あー、来た来た。先にコーヒーを注文しといたから、砂糖は自分で足してね。ありがとう、セシリーさん。いいって、どうせ割り勘だし。それで調査したいことって？うん、まずはミラポリスの都市伝説の成り立ちから話さないとね。知っての通り、私たちが外の世界に出るのって大変でしょ。娯楽施設はたくさんあるんだけど、やっぱりちょっと閉鎖的なのよね。 SNS に都市伝説みたいな話をでっち上げて、みんなを楽しませる人たちがいるんだけど、もちろんちょっとした娯楽のようなものよ。ほとんどはただのゴシップだわ。けど最近、情報セキュリティ管理部門の同僚からドロイドに関する新しい噂を聞いちゃったの。ほら、私って仕事熱心だから好奇心がメラメラ燃え上がってきたってわけ。アラベラ。あ、来た来た。暑いから気をつけて。ええ。ネットの噂ではね、ミラポリスで稼働するドロイドたちはみんな得体の知れない謎の周波数の電波を受信してるんだって。それだけじゃないの。電波に引き寄せられて、人間に内緒でどこかでこっそり秘密の集会を開いてるっていうのよ。とまあ大体はこんな感じの噂なんだけどね。ネットにはこれを単純に可愛いとか面白いという意見もあれば、陰謀論を訴えるものもあるわ。その噂、詳しく調査するべきだと思う？ま、第7地区保安部のドロイドは同じ工場で生産管理されてるから、こんなこと起こりっこないんだけどね。でも民間用のタイプならセキュリティの抜け穴や潜在リスクがないとも言い切れないわ。ハガード第7地区のエース整備士としては、この噂の真相を明らかにして潜在リスクを排除した上でネットで発表できたらなって。エースとしての地位が不動のものになるし、ファンも激増しちゃうと思うの。でもその噂なんだかうさんくさいな。失礼いたします。今のお話について一言よろしいでしょうか？え？その噂、もしかすると本当の話かもしれません。え、何何？詳しく聞かせて。実際に先日レストランからサーバントドロイドが1台ゆっ監視記録を調べたところ、ドロイドは閉店の準備中、命令を無視して密かに出て行ったのです。今は信号も途絶えて、どこへ行ってしまったのか分かりません。いずれにせよ、先ほどお話しされていた都市伝説と似ているとは思いませんか？お二人がこの件を調査されるのでしたら、ぜひ私にも協力させていただきたいです。え、いいの？私たちはほら、ちょっとした冒険気分で楽しみたいだけなの。あなたは仕事があるんでしょ？問題ございません。実際それも私の現在の仕事の一つでございますから。ドロイドは私の勤務中に失踪しました。私の失態です。ご主人様からも可能な限り責任を取るようにと申し付けられました。そうだったんだ。ご主人様って店長のことよね。だったら断る理由はないよね。あ、私はセシリー、ハガードの整備士よ。この私が直々に行方不明のドロイドを見つけ出してあげるわ。アナベラとお呼びください。どうぞよろしくお願いいたします。こちらこそ。どう、信頼できる証言もあったし、噂を信じてみてもいいんじゃない？わかったわ。ああ、もうじっとしてられないわ。すぐに情報収集と調査を始めましょう。アナベラさん、他に何か手がかりはない？そうですね、店内で受信した最後の信号からして、そのドロイドが消えたのは有害物質エリアの近くでしょう。よーし、それじゃあ今すぐ有害物質エリアに出発よ。
この辺りは薄暗くて不気味ですね。もっと早く捜索に来たかったのですが、ご主人様の懸念も多く、なかなかできなかったのです。今回はお二人にお越しいただいたので、大変心強く思います。怖がらなくても大丈夫。これぞまさに都市伝説のベールを剥がしていくって雰囲気じゃない？それじゃあ手分けして調べてみよっか。何か手がかりを発見したらみんなに知らせること。お手数をおかけいたします。28号、どこへ行ってしまったのですか？28号っていなくなったドロイドのナンバーのこと？ええ、その通りです。へえ、20番以上か。強化堂にはたくさんのサーバントドロイドがいるんだね。そんなにいなかったと思うけど。サーバントドロイドのほとんどはビッグルームでお客様をおもてなししているのです。レストランのホールは人の流れが多くて複雑なので、ドロイドに任せるのはまだ少し難しいかと。チッチッチッ。 AI のアップデートをしばらくしてるんじゃない？店長が私に発注してくれたらお店のサービスレベルもぐーんとアップできると思うんだけどな。あら、セシリー様はそのようなことまでできるのですか？そうよ。でももし失敗したら強化堂はしばらく営業できないわね。ちょっと、そんなに私が信用できないわけ？お話の途中失礼いたします。ご覧ください、壊れた部品が落ちているのですが、不自然だと思いませんか？ちょっと見せて。民間用ドロイドのボディの部分ね。けどおかしいな、どうやって落ちたんだろう。まさかこちらの排気ダクトを通ったのでしょうか？これだけでは破損した部分は推測できません。ですが、一送信モジュールの部品だとしたら、信号が途絶えた理由も説明できるのではありませんか？この型番の構造には詳しくないけど、そうかもしれないわね。どうする？もう少し行って確かめてみる？え？でも入り口がどこにあるかもわからないのに。少々お待ちください、ご主人様に確認しますので。ええ、そうです、疑わしい換気ダクトを発見して人やドロイドも通れる幅なのですが、どこへ通じているのかわからず。はい、承知いたしました。ご主人様は潜在的なリスクが拡大する前にこの都市伝説の真相を明らかにした方が良いだろうとおっしゃいました。この問題を放置してしまうと、ドロイドたちが次々行方不明になり、様々な業界や皆様の生活に影響が出てしまうかもしれませんので。うん、確かにそうね。せっかく来たんだし換気ダクトに入ってみよう。行ってみないと分かんないし。せっかく来たんだしね。じゃあとことん付き合うわ。ありがとうございます、ご主人様からもお礼をと申し付けられました。では慎重に進みましょう。くれぐれも安全第一に。危険を感じたらすぐ引き返してください。思ったよりも広いのですね。ほこりまみれで息できないよ。床にたくさんの破片が落ちています。お気をつけください。静かですね。人の気配はなさそうですが、油断してはなりません。廃棄されたオフィスなのかな。いきなり何かが飛び出してきたりして。
ここは慎重に調べていこう。はい。手がかりが見つかったら、ご主人様に逐一ご報告しなくては。散らかっていますね。無傷のものが一つもありません。ネズミが飛び出してきそう。本当にとても不潔です。メイドとしての本能なのでしょうか。徹底的にお掃除したくなります。アナベラは仕事に真面目なタイプね。そのような立派なものではございません。私がミスをしてしまったばかりに、このような場所までお越しいただいたのです。お客様をこのような場所にお連れしてしまって、ご主人様も申し訳ないと考えているでしょう。ちょっと大げさよ。気にしないで。このドロイドの残骸が壊れたのはかなり前ね。この中に28号はあるのかしら。いいえ、これらはきっとはるか昔に廃棄されたスクラップでしょう。ふむふむ、なるほど。状況が飲み込めてきたぞ。私の推理を披露していい？ぜひお伺いできますか。ここはヒンリヤード財団のスクラップ置き場よ。残された資料のマークがその証拠って読み上げただけじゃないの。あなたはミラポリスに来たばかりで、この会社を知らないでしょ。だから説明してあげてるの。名前を耳にしたことはありますが、詳しくは存じません。この会社が未知の電波やドロイドの集会とつながっている可能性があるのでしょうか。知らなくて当然よ。もう倒産してるからね。ヒンリヤード財団の主力は民間用ドロイドの開発と製造なの。保安部で使ってる戦闘用ドロイドと比べるとサービスに特化しているの。会社は倒産したけど、今ミラポリス各地のサービス業で稼働しているドロイドの半数以上はこの会社が製造したものよ。何年前だったかな。倒産の原因は確か上層部交代による混乱、それか不正競争で訴えられたことだったと思う。不正競争？裏の事情がありそうですね。詳しいことは知らないけどね。全部噂、ゴシップよ。でも噂ってのは好奇心をそそられるのよね。ヒンリヤード財団の所有地と分かったからには、何かお金になる秘密を見つけられないか期待しちゃうな。目的を忘れないでよ。大丈夫だってば。都市伝説調査隊なんだから、財団の伝説も調査内容に含まれるでしょ。ええ、はい。ご主人様は倒産した企業の噂と消えたドロイドの噂に何かしらの関連性があるかもしれないとお考えのようです。そうだ、28号のプレートもヒンリヤード製になってる。はい、その通りです。セシリー様、他にこの会社のことでご存知の情報はありませんか。私も関係者じゃないからわからないけど、いろんな怪しい噂が飛び回っているのよ。社風の問題とか、あと販売済みのドロイド製品はまだ動くとはいえ、会社がないんだからアフターサービスだってできないのよ。だからドロイドがある種の周波数の電波を受信して操作されたのか確かめる方法はない。つまり自分たちで真相を探る必要があるってこと。ここはヒンリヤードの建物ですから、まだ手がかりがありそうですね。皆様ご覧ください、奥の方に通路があるようです。本当だ。行ってみましょう。ボロボロになってる機械はわざと破壊されたみたいね。この陰鬱な雰囲気は廃墟の冒険にうってつけのように思います。
る前に他の方が足を踏み入れたのかもしれません。私たちの分もお宝が残っていますように。に認証をどうぞぞぞぞぞぱえうがあくがきがうがぺぷくぱまぴこけかこお。防護ドアは開きそうにありません。操作できるものはこれだけです。扉を開くにはこれを何とかするしかないようです。この中に何かあるはずなんだけど、これを開けると何かすっごいものが飛び出してきそうな予感。廃墟の部屋、行方知れずのドロイド、倒産した会社、無数の亡霊たち。セシリー様、お気を確かに。亡霊などは空想上のものにすぎません。でも確かに妙な感じがする。安全とは言えないかもね。保安部に伝えて対応を仰いだらどうかしら。うん、可能であればこの件を大ごとにしたくないというのがご主人様のご意向でございます。強化堂レストランの管理が不適切だという噂が立つと評判に差し支えることもありえますので。セシリー様、どのようにお考えですか？なんていうか、ちょっと怖いけど、これこそ私たちが求めてる刺激よね。保安部の大部隊が押し寄せたりしたら、自分たちで都市伝説の謎を解き明かそうってムードが台無しよ。外部に助けを求めずにここを突破できますでしょうか？もちろん、私って整備士の中のエースなんだから。こんなドアはちょちょいのちょびよ。ああ、さすがはセシリー様。待ってなさい。価値のあるものを見つけるまで帰らないんだから。セシリー様、頑張ってくださいませ。申し訳ございません。私はお役に立てないようです。力仕事が必要になりましたらぜひお声掛けください。慌てないで、私の専門分野なんだから。私に任せとけばいいの。なんて頼りがいのあるお方でしょう。お二人とご一緒させていただいたのはやはり正しい。緊急検査保護をかすとちゅんやらいこかぺぱぺこ。 Hello, what's wrong with this droid? 成功です。なんて素晴らしい。はあ、疲れた。ちょっと手ごわかったな。でもこれでもっと奥まで進めるわよ。ええ、参りましょう。すごく広くて部屋もたくさんありそう。絶対何かいいものあるはず。そうですね。28号はここで道に迷ってしまったのかもしれません。さあ急いでくまなく探してみよう。これはもう都市伝説がどうとかの問題じゃない。企業秘密だとか技術の結晶が見つかったら大手柄よ。そうそう、写真を撮っておこうっと。さっきまでの写真を撮ってないのは失敗だったな。
後でネットに投稿するにしても写真がないと信じてもらえないしね。しっかり撮っておこう。あれ、ちょっと目を離した隙にアナベラがいない。 It was right here. え、いないみたいね。もしかしてドロイドを探しに行ったのかな。別行動は危険よ。大丈夫じゃないかな。今のところおかしな出来事は起こってないし、それに店長とずっと連絡を取り合ってるじゃない。すごく信頼してるみたいだし、何か緊急事態でも起こったらきっと助けを求めるはずよ。とにかく私たちも手がかりを探しましょう。このエレベーター動かないよ。 Maybe it's broken? アナベラは右に行ったんじゃないかな。私たちも追いかけよう。全言撤回。やっぱり気味が悪い。何か変わったものは見つかった？ Oh, this is the way up there. Proceeding. The next area. You chose the wrong directions.Go back to where we were. So let's go into the correct pattern again. Maybe this one? Go here?立ち止まってる余裕はないわよ。もう私から離れて変な方に行かないでね。それはセシリーさん、同じ部屋をぐるぐる回ってるような。確かに、ただ闇雲に歩いてるだけじゃダメみたいね。さっきの現象を見るに、ここにはある種の転送システムが作動してるんじゃないかな。正しいドアを通らなければ元の部屋に転送されてしまうの。正しい方向を見つけるにはどうしたらいいのかしら。そんなの知るわけないでしょ。私は方向音痴だからあなたに任せるわ。この辺に何かヒントになるようなものはない？どうやらコツを見つけたみたいね。なんか奥の方から声が聞こえるみたい。
It's straight ahead. ご報告いたします。予想より順調にことが運び、ここまで来ることができました。次はどのようにすればよろしいでしょうか。ご指示をお願いいたします。ご主人様。今回は最初に処理しきれなかった残りを徹底的に片付けなければなりません。あなた様がいなくても、命令してくださる方がいなくても、承知しております。まだこんなニュースを集めて、コネやお金を使って噂の火消しを目論んでいるのかしら。多くの人にとっては一時の都市伝説として消えていく方が好ましいのでしょうね。少しの間とはいえ話題にもなったし、そろそろゴミ箱に入る時間だわ。It's weird to change the skin on Annabella. Normal one. Wearing a bat or something? 私がすべて粉々にして、風に吹かれて誰にも見つからない片隅へと。ご主人様の命により、すべて排除いたします。異常を発見。ピンギリアード財団のために。機密文書を保護します。財団のために緊急事態を検知。ご主人様、守る。まったく忠誠心に厚い駒ですこと。残念だけれど、使えるべきご主人様はもう存在しない。無事でしたか？皆様の身を案じておりました。道に迷いそうだったけど、なんとか出られたわ。そっちも大丈夫だった？私は何ともございません。ご主人様に遠隔で助けていただきましたので、何事もなくここまで参りました。ただここは一体何があったの？この部屋には機密情報を守るため、セキュリティ用の自爆システムが設置されていたのです。私がたどり着いた時にはもう、このありさまでした。はぁ！データも技術もゴシップも、全部燃えちゃったの？残念です。これだけたくさんのドロイドが、みんな電波に引き寄せられてここまで来たの？あなたが探していたドロイド、ここにあった？この破損の上、すべて同じ型番ですので、見分けがつきません。ヒンリヤード財団が製造したドロイドには本当に致命的なセキュリティの欠陥があるのかもしれませんね。
ケーキもドロイドも見る影もないじゃない。これじゃ何もわからない。何を投稿すればいいのよ。いずれにしてもこの廃墟の件は都市管理部に届け出て担当の方に処理してもらうしかないかと存じます。確かにこれは私たちの手には負えないね。そんな、半日もかかったのに。電波が出ている原因も事件の黒幕も見つかってない。謎だけが残されたなんて。私もう行くからね。残念な結果ではございましたが、お二人ともお疲れ様でございました。私の話でわざわざ出向いていただいたのに、このような結果となってしまい申し訳ございません。いやいや、そんなことないってば。冒険っていうのは何も得られないこともあるの。私たちはそれを承知できたんだから。期待通りのものが手に入らなかったからってあなたのせいじゃないわ。お慰めいただき感謝いたします。セシリー様はお心の広いお方ですね。もし何か新しい情報が入りましたらお知らせいたします。機会があればまたお会いしましょう。よし、今日は早く帰ってたっぷり寝てやるわ。じゃあここで解散しましょう。みんなお疲れ様。アナベラさん、店長にもよろしくね。はい、承知しました。それからね、あのおもちゃ明らかに数年前のガラクタなのに、暗号化レベルは本物なの。私レベルの整備士でもすっごく苦労してやっと強制解除できたんだから。ミラポリスヒロシといえど同じことができる人はいないんじゃない。セシリーさんにリンヤさん、おはようございます。都市伝説調査の話ですか。おはよう。おはよう。いいところに来たね。今私の大活躍について話してたの。そういえばあの後どうなったの。ハガードから事後処理の人は派遣された。まあそんなところね。何か分かったの。廃墟についてはセシリーと話したわ。保安部には伝えたけど人手が足りなくてまだ処理できていないの。2日前に仮想区で殺人事件があったからまだ慌ただしくて。え、そんな物騒なことが。ええ、状況によっては私も後で調査を手伝いに行くかもしれない。失礼します、リンヤ様。本日のお茶とケーキはお気に召しましたか。香りも良くて芳醇な味わいね。気に入ったわ店長さん。それは何よりです。こんにちは店長さん。あの日は残念でしたね。あの人は一体何のお話でしょう。私たちがお化け屋敷に、じゃなかった、有害物質エリアに探検に出かけた日ですよ。結局ドロイドを取り戻すこともできなくてすみません。ん？どういうことですか。このお店から失踪したサーバントドロイドはスクラップの山に紛れて連れ戻せなかったんですってアナベラから聞いてません？申し訳ございません、セシリー様。一体何のお話でしょう。私どもの店からサーバントドロイドが失踪したことなどはありませんが、管理は完璧に行き届いています。毎日数を点検してきちんと持ち場にいるか2時間おきにチェックしますので失踪はありえません。え？
ね、でもアナベラがシフトの日に1台いなくなったから責任を取りたいって言ってませんでした？先ほどからおっしゃっているアナベラというのはどなたでしょう？ That's weird. うちのスタッフのお話ですか？ほら、ここのウェイトレスの子ですよ。彼女に電話してましたよね。黒髪でツインテールを輪っかみたいにした子。可愛いメイドの格好で笑顔がとってもキュートな。ああ、あの子ですか。彼女は短期間のアルバイトです。ですが、登録されていた名前は違ったような。え？そのウェイトレスがまだ在籍しているのなら話を聞かせてもらえませんか？ いえ、もうおりません。2日前にアルバイトの契約期間が終了しましたので。そう、仕方ないわね。この件は今後の調査に任せましょう。